サイズいくつなんですかこれ、ちなみに。XL です。俺もタイミング悪かったですね。あや、ボンバー。福山さんのサインが当たるよってやつがあって、それがこちらです。お、皆さんこんばんは。マクロス大好き芸人、マジカルファンタジーの門真です。坂本です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、なんと、うん、アサエクスプロージョン2022横浜公園に来ております。よいしょ。うわー、ノリノリだ。福山さん画角から今出そうになっちゃいましたけど、おっとっと、はい、ということで、まずはですね、はい、あの物販を、うん、あの会場受け取りでしたので、はいはい、受け取ってきたので開封していきたいと思います。ではまず1個目いきたいと思います。ジジン、こちらです。バサラエクスプロージョン2022ラバーコインケース。コインケース、コインケースでございます。かっこいいなぁ。シャシャン、あ、シャシャン、おお、なんすごい、しっかりしているね。なんかもっとなんかなんだろう、ベチョンって感じですか。ラバーな感じかと思ったら、そうですよね、すごいしっかりしています。こうすごいちゃんとボールチェーンもね、はい、おう、はい、かっこいい。こちらコインケースでした。はい、続いてはこちらです。シャン、おお、バサラエクスプロージョン2022ギターメタルキーホルダー、かっこいい、かっこいい。これはですね、はい、前回2019の時も欲しいなと思いつつ、うん、今回は、はい、手に入ってめっちゃ嬉しいです。かっこいい、かっこいい、めっちゃいい、すごいっすね、再現度が。いやー、めっちゃ細かいですね。ね、裏も。裏も。バサラエクスプロージョン2022。これはかっこいいわ。かっこいい。すごい。これは、つけます。キーホルダーだからね。常につけていたいと思います。はい、はい、次はこちらです。たらん、うわ、バサラエクスプロージョン2022ピックセットでございます。キラキラや、ね、いやこれはバサラならではって感じね、ピックは。そうですね、これはもうセブンでしか出てこない。すごい、あー、すごい、綺麗、うわー、すごい。もうマクロスモデラーズでも紹介されてたんですけど、はいはい、実物もっと綺麗ですね。あら、ね、あ、なんかこれかっこよくないですか。かっこいい、大理石みたいだ。これ今日のライブで福山さんが使ってたら激アツですね。あ、でも大きさ的に本当に使うようじゃないかな。大きいよね、ちょっと。どうなんだろう、そこら辺ちょっと楽器初心者なんで分かんないんですけど。初心者というか、もうど素人なんで。すいません、嘘つきました。ちょっと始めた人みたいな感じでおっしゃってましたけど。音楽かじってません、すいません。あ、次はこちらです。じゃじゃーん、バサラエクスプロージョン2022リバーシブルマフラータオル。うん、おお、ライブといえばですね、巻いて参戦したいと思います。おお、よいしょよいしょ。もうリバーシブルなんだ。
表と裏で柄が違います。すごいな、なかなかないっすよ、タオルでリバーシブルって。あ、そうなんですね。うん、ないと思う、ないと思う。こちらが片面、バン、福山さん撫でないでください福山さん、ね、でも周りの柄も炎というか、ファイヤーをあしらってね、黒地に赤かっこいいですね。いや、入るね。そして裏が、うん、どうぞ。おお、バーソーラエクスプロージョン2022。おお、はい、あちらにセルフォー、かっこいい。こんな感じでございます。いいね。ひい、お、早速、はい、何の練習それは。それが何の練習っすか。瞬時にリバーシブルする練習です。なるほど、使い分けるんですね今日は。じゃあはい、はい、では次が、次はじゃん、おおお、バサラエクスプロージョン2022トートバッグ。トートバッグ、おお、いやー、でかっ大きい、おいしょ、おいしょ、福山さん、おお、しっかりしてますね、そんで。すごい。中いっぱい入りそう、ちゃんと。ね、しかも手でも持てるし、肩でもかけられるっていうね。トートにもできるし。すごい、うん。これ肩にいいですね。わあ、すごい。すごい。おねあにょこでもつけれる。すごい、ちょうどいい。出してしまって、出してしまって、おお、すごくいいです。いいね。これは壊していこうそういうもんですからねあの、他に持ち方ないからねそうしていってくださいどんどん装備していくスタイルなんですねお次が最後でございます。はい、じゃじゃん、わあ、これは外せない、バサラエクスプロージョン2022 T シャツです。やっぱ必要よね、ライブには。 T シャツは買っちゃいますよね、これがないと。ゴミ、いや、絶対今のかっこいいんだね。やばいよ。あー、印刷がいい、もういいやばい、これはやばい、かっこいい。福山さん、どの福山さんもそするんですね、さっきね。うおー、すごい、これはかっこいいです。これは繊細、かわいい。おお、え、待って、この赤めっちゃ可愛いんですけど。え、この赤めっちゃ可愛くないですか、なんか。赤が可愛いとかあるんですね。なんかピンクっぽいというか。確かに真っ赤ではないよね。そう。でもピンクじゃなくて赤。赤。マクロセブン。バサラエクスプロージョン2022フロンファイア。今日ここのが今日、あ、行きます、行きます、行きます、わーい嬉しい、ね、全校編行きますからね。ありがたい。あ、これを気を、おいしょ急になんか普通に戻りましたねお着替えタイムでございます。かっこいいな、かっこいい、このな、ライブのためのファイヤーバルキリーデザイン。いや、これサイズいくつなんですか、これちなみに。XL です。俺もタイミング悪かったですね今顔なしが喋ってるみたいになったXL です。一番でかいやつ、一番大きいやつです。うん、福山さんと同じサイズであることを願います。わおいしょ。あ、でも絵になりますね、やっぱり。ファイヤーボンバーよいしょ、うん、
あ、でも全然 XL でもちょうどいいです、ね、ちょうどいいぐらいですね。角のねの服の方は、うん、これはいいぞ、すごいね、これはいいぞ。あ、いかにももうライブに行く人だ、行ってくるぞ急に田舎もんだ、行ってくるぞ、行ってくるぞ、エクスプロージョンするぞ、ねえ、うそ、あ、完璧ではないか、おお、白尺はい、はい、今回のライブグッズは以上なんですが、おライブ会場で、うん、CD マクロセブン関連の、はいはい、とか福山さん関連の、うん、買うと、あの福山さんのサインが当たるよってやつがあって、あ、抽選なんですね、それは。くじみたいなやつですね、うんうん、で、その時に、うん、その CD を持ってなかったので、はいはい、にゃんにゃんファイヤー、はいはい、みんなで歌ってるやつや、はい、嬉しい、これずっと欲しかったので、あ、いいね、でも、あとは、うん、アコースティックファイヤー、はいはいはい、これはもうすごい癒されるどういう時に聴いてるんですか？疲れた時そりゃそうよね、癒されるって言うんだからねすいませんでした、仕事終わりの電車とか最高、はいはい、また別の時に開封したいと思います。はい、それで、うん、サインの方はですね、お、1回ですか、引けたのだから2回、うんうん、1点につき1枚くじが引けたので、なるほど、こう店員さんくじをバーって、うん、はいはい、出してください、そこから引く、おお、なるほどね、形で1点につき1枚引けたのに2個引けて、うん、1枚はまあ1枚って引いて、うん、でそこから1,2,3,4,5,6,7 って7枚ピッて引いて、うん、したら1枚目はダメだったんですけど、はいはい、赤だと当たりで、しかもちゃんとちゃんと赤なんだね、そこは、はいはい、で7枚目引いた方が当たったんですよ、おすごっ、すごっ強くないですか、持ってますなぁ、アクマセブンだと思って、そうね、運命を感じますね、それもね、それがこちらです、おじゃーん、今まであのやっぱ物販の特典とかですか、そっかそっか、物販の特典なんですけど、そうね、この福山さんの絵が描いてるバージョンのサインを持ってなかったので、うん、しかもちゃんと日付も、あ、そうね、それ嬉しいよね、からこんな大きい色紙だし、うん、めちゃめちゃ嬉しいです、わ、よかった、めちゃ嬉しい、ってことは他の大阪公演とかね、東京のファイナルでももちろんあるのかなって期待したいけど、あるんですかね、ね、できればチャレンジしていきたいと思っております、フルコンプ、フルコンプ福山さんサイン色紙が、はい、ということでバサラエクスプロージョン2022ライブグッズ紹介でございましたすごい、全装備、全装備、あ、でもパーカーとかトレーナーは持ってないので、はいはい、あれでございますが、これで今日の横浜公演行ってきたいと思います、うおおおおファイヤーボカーわお前が風になるなら、お母さんと歌ってるな、しない全然振りが合ってないけどね、そうなりないから